こんにちは。うなぎ大好きチャンネルへようこそ。今日は東京メトロ神谷町駅に来ています。ここから東海道を赤羽橋方面へ参りますと、うなぎ好きなら誰もが知る超老舗うなぎ屋がございます。まずはその歴史から。赤羽橋から古川を上流へ。四の橋のたもと、麻布田島町には、唐と孔明懐石尽くしに描かれて、江戸前、大蒲焼き番付には、世話役としてその名を残す。江戸の昔、大層繁盛したと伝わる、狐うなぎがございました。その狐うなぎで修行を積んだ職人が、寛政年間、時の将軍、家斉公の御代に、麻布、飯倉に、野田屋の屋号で、うなぎ屋を構えました。初代岩次郎さんから数えて5代、200年以上の歴史を刻む野田岩の始まりでございます。では、野田岩へご案内いたしましょう。うなぎ大好きチャンネル、始まります。うなぎ大好きチャンネル。まず最初に、野田岩までのルートの確認です。最寄りの都営大江戸線、赤羽橋駅からは約400メートル、徒歩5分です。今回は神谷町駅で降りたので、神谷町駅からご案内いたします。約750メートル、徒歩10分です。それでは桜田通りを赤羽橋方面へ向けて出発です。港区コミュニティバス虎ノ門5丁目バス停です。飯倉交差点の横断歩道を渡ります。土蔵造り風の建物が見えてきました。野田岩に到着しました。表通りから入り口へ回ります。扉には写真、動画、撮影禁止の貼り紙が。店内でお話を伺うと、他のお客様が写り込んだ写真や動画を SNS などに投稿する方がたくさんいらしてのやむを得ない措置だそうです。他のお客様に迷惑をかけないことを条件に、特別に撮影のお許しをいただきました。飛騨高山の古民家を移築した土蔵造り風の建物は、趣のある和の空間です。
それではメニューを拝見いたしましょう。野台和のこだわりをご紹介しましょう。本日はご来店いただき誠にありがとうございます。当店では養殖うなぎは静岡の焼津、浜松を中心とする国内産を使用。天然うなぎは例年4月後半から11月後半までの入荷となり、茨城、岡山、島根県、江戸前、浦安沖等季節により産地の異なるうなぎを使用しております。質、形、目方がすべて異なるため、お値段はその日の入荷により異なります。仕入れ状況により天然、養殖を合わせてご提供させていただいておりますので、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。またお米はすべて国内産米を使用しております。まず最初はお通し。うなぎ米としてお酒とともにいただきたい品が並んでいます。続いてうな重かば焼き。野台和の歴史と伝統のうな重かば焼きがずらりと。今日はかつおだし風味の特製のタレとわさびが効いたさっぱりとしたお味の白丼をお願いしました。次のページはコースメニュー。うな重に白焼きなど野台和自慢の品がセットになったコースメニューがいろいろございます。一口白焼きとキャビアのセット、白焼きキャビアお試しセットは気になりますね。うなぎの前のもう一品と題して、土壌の柳川もございます。そして野台和風うな茶漬けが各種。メニューだけでもごちそう気分が味わえます。はい、ありがとうございます。はい、はい、わかりました。伊万里焼きの綺麗な丼に入った白丼、それでは蓋を開けましょう。白丼パッカーン、雲水もパッカーン。いただきます。白焼きにわさびをのせて、かつおだしをまとった白焼きにわさびがよく合いますね。ピン料理の白焼きはタレをつけずに焼いていますが、白丼の白焼きはかつおだし風味の特製ダレがいい仕事しているんです。白丼はご飯の中にも熱々の白焼きがもう一枚。ハチヤスメの大根おろしでお口の中をさっぱりさせて、最後の一口はかつおだし風味の特製ダレを追いダレしていただきましょう。美味しく完食、美味満腹、ごちそうさまでした。
最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画が良かったよという方はチャンネル登録と高評価、そしてベルマークの登録も何卒よろしくお願いいたします。うなぎ大好きチャンネルはご覧の皆様の運気うなぎ登りをお祈り申し上げます。